おはようございます。速稼塾のコブです。今日も N 国党関連で、なんかメッセージが来ておりますね。ありがとうございます。いつもお世話になっております。今 N 国党で候補者募集してるみたいです。はい、私も今朝見ました。以前からね募集してましたよね。その中で供託金600万がいるのですが、久保さんは出馬などは考えていらっしゃるのでしょうか。久保さんは政治家に興味あるんでしょうか。比例区なら個人名が書けますので絶対投票します。もしよろしければ見解をお聞きしたいです、ということでいただいてます。一つずつお答えしていきます。600万円はあります。全然余裕であります。時間もあります。だから政治家になるってことは600万円が集められて、でそれが余剰資金でボン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 使えて、で活動する時間もあって、しかもある程度票が見込める人ね、こういう人がやる意義があるのかなと思いますけども、この3つ目なんですよ。票が集まるかどうかって問題、私は甚だ自信がないですね。で、久保さんは政治家に興味があるんでしょうか、ということでございますけども、ございますんで、町内会長からやってみようかなと思いますね。で、その前の質問ですね。久保さんは出馬など考えていらっしゃるのでしょうか。もちろんね、私は出馬を考えております。ただ、いつするのか、どこからするのかはまだまとまってないですね。どこからするのかっていうことで言うと、NHK のスクランブル放送に合意さえすれば、あとは何やってもいいよっていうのはね、 N 国党が一番いいかなと思います。要するに違った考え方でも同じ政党にいていいですよっていうのが唯一ここだけなんですよ。あとはですね、党首の意向に沿わなければダメとかね、党首と合意しなければダメとか、あれこれやっちゃダメ、これをやらなければならないっていうので窮屈なんですよね。私みたいな、隠居人というか社会から離れた人間はルールは少なければ少ないほどいいんですよね。で、ルールが一番少ないのが N 国党でございます。 NHK のスクランブル放送ですんでね、すごくいいなと思いますよね。政治家に興味あるんでしょうか。そうですね、ないことはないですよね。だから政治家に興味があっても私は今の暮らし全く困ってないんですよ。で、困ってないから国を変えよう、政治を変えようっていうエネルギーははっきり言ってないです。個人的には全然ないです。ただ多くの方のね、視聴者さんとかのメッセージを見ていると、なんか多くの方がね、不満を抱えてらっしゃって、不安を抱えてらっしゃって、資金的なものとかね、自由度とか、それから憤りとかっていうのを考えると、おせっかいにも、この人のために制度を変えた方がいいのかもしれないなと。自分は自力でやってこれたけども、自力でできない人とか協力しないといけない人のためにお力になれるんだったら何かしたいなという気持ちはおせっかいながら出てきますね。はい。で、比例区なら個人名が書けますので絶対投票します、ということでいただきました。もうこの気持ちはすごく嬉しいです。町内会長に、なるための選挙があったらぜひ、比例で、お願いしたいと思いますけども、そうですね、これに関しましてはね、立花党首からオファーがあったら馳せ参じると思います。こちらから売り込むにはちょっとね、力量不足かなと私は思ってるんですけどね。お金と時間はあります。でも私みたいな人間で票が集まるかどうかなっていう問題ありますよね。まだ YouTube のチャンネル登録者数が9000人ですから、1万人にも達してない状態で、立花党首はね、今10万人くらいのチャンネル登録者数がいる方っていう風に今朝言われてましたんで、多分同じ動画見てらっしゃると思いますけども、とてもじゃないけど力がないなと思います。ですんでね、まだ何とも言えないですけども、もちろんこの国をね、変えていきたいなとか、これじゃダメだなっていうところは結構ありますんで、その一番最初、一丁目の一番地に NHK っていうのは、見る人だけお金を払って、見ない人はお金を払わないって制度にはすごく同意しますね。そこは多くの方が賛成すると思うんですけども、この利用する方だけがお金払って、利用しない方がお金を払わないって仕組みに反対する人っているんですかね。もしいたら N 国党のアンチでいいと思いますけども、どうでしょうね、ということでございます。ちょっと何分にもね、曖昧なことになってしまいましたけども、申し訳ありません。ちょっとね、今お答えできるのはこのぐらいになると思います。これからもね、絶対に投票しますという声が集まっていくと、私の気持ちにも変化が来るかなと思います。さあ、今日はですね、その辺にしまして、レッドブルをタダでもらえるキャンペーンのお知らせでございます。ちょっと読みながらにしますね。レッドブルをタダでもらえるリンクが今堂々と公開されております。私の YouTube ご覧の方にもこの動画の動画説明欄に貼っときますけどもね、レッドブルとランアプリ、ランのアプリっていうのがあるんですよ。ランっていうのはね、これランニングの、ほんでこれがコラボしまして、アプリをインストールして10メートル移動すれば先着4万名様にレッドブルのサンプルボックスが、箱の中に入ったレッドブルがね、何本か入ってるでしょ、プレゼントされるというキャンペーンが行われております。ご存知ですかね、こういう風なキャンペーン。このキャンペーンの、リンクを貼っておきますからね、ぜひやってみてください。
こちらのキャンペーンね、誰でも参加できます。ぜひやってみてください。で、レッドブルが欲しいよと。まあ、ああいうエナジードリンクですか、結構問題があるって言われてますよね。私は全く飲まないんですけども、別に嫌いなわけじゃないんですけども、オロナミン C とかリボミンダンディとかね、デカビタとか結構好きなんですけども、最近はのお茶とね、お水とコーヒーばっかり飲んでるんで、飲む機会がないんですよ。そういうことでレッドブルは飲まないですけども、もし必要な方がいらっしゃったらね、応募してみるといいんじゃないでしょうか。かなりもらえる可能性が高いと思います。それでは本日は以上です。